工藤へが配信活動終了のお知らせが出たんですけど、理由がなんか仕事が多いみたいな。めっちゃわかる。あの、我が今マジでホロライブ入る前は、あの、世を忍ぶ仮の姿で働いてたんだけど、普通に。その時はもうめっちゃ楽だった。11時で出社して、19時に終わり、帰りますみたいな感じだったんだけど、で、まあ VTuber、もう資金を貯めるために働いてて、で、まあ、一番世界征服に近い仕事を見つけました！総帥！ホロライブという事務所があるようです。何？なんだそれは？ VTuber の事務所です。VTuber 知ってる！まあそれで、みんなオーディションを受けて受かったんだけど、普通に受かったのがすごいよね、全員。あ、はいは、もうマジ入る前は、VTuber のイメージは、家で配信する人だったんだけど、でもホロライブもそうだと思ったわけよ。家で配信する人って。だからまあ、家で仕事できるなんて最高じゃんと思って。で、いやもうみんなファンもたくさんいて、すっげえ楽しそうと思って。いいな、いいな、みたいな。で、ホロライブがいいなって思った理由があって、まあ一応いろんな VTuber 事務所見たわけよ。だって別にさ、世界征服できるならホロライブじゃなくてもいいじゃん。まあただその、入るなら好きなとこがいいなって、受けるならね、と思っていろいろ調べて、まあホロライブが一番楽しそうと思って。まあライブがしたかったから。その、しかも一人のライブじゃなくて、みんなでライブしたいです、みたいな。で、まあ今も全然ライブのクオリティには満足してるけど、まあそのできる機会も減っちゃったわけで。じゃん。まあね、ライブはできるからまあいいとして、で入って、もう全然想像と違ったのよ。もうやばいわけよ。なんか最初入る前になんかスタジオ稼働もありますみたいなことは聞いてた。もちろんそのライブやるためにね。だからその月に1回とか、2ヶ月に1回とかかなと思ってて。けど、もう全然違くて、もう月のほとんどスタジオに行ったり、スタジオじゃないところにお仕事でいろんなところに行ったり、配信以外のお仕事がめっちゃ多いわけよ。でもそれって、まあ我が輩がやりたくてやってんだけどね。イメージと違ったから、その、大変だな。クロエってマジで寝るわけよ。で、その、寝るし、配信以外のお仕事もあるわけだから、それは大変になるなと思ってて、もうみんな大変だなと思う。まあでもその、お仕事って、正直自分で調整できるレベルではあるんだけど、まあそれ以上にやらなきゃいけないこと、基本やらなきゃいけないことがめっちゃ多いなっていうのはわかる。うん。そう。え、だから我が家はあんま寝ないから、よかったけど、これでいっぱい寝ないと普通に動けないとか、あとはもう、声帯も、我が家もクロエと一緒で、声帯がマジ、やばい弱いの人より。まあ、マジ個体差だから声帯って。いろんな声の人がいるのと同じで、声帯もいろんな、あれがあるわけよ。だからどんだけ喋ってもめっちゃ余裕です、みたいな。人と、もう超、全然喋ってないのに。声がどんどん枯れていきます、みたいな。だからそういうのも挑戦するのってもう、自分じゃ、どうしようもできないけど、その、やっぱお仕事って受けたからにはやらなきゃいけないから、その会社もやってもらわないと困るってことで休めないこともある。もう喉がどんなにきつくてもやらなきゃいけない時もある。でもそれしょうがないこと。マジで、やっぱ全部我が輩は、まあ入る前は、配信ってもう一人でやれるものだと思ってたから、でも入ったらもう、我が輩の後ろにはめちゃくちゃいろんな人がいて、そのいろんな人たちが動いてこっちに回ってきて、やる仕事がいっぱいあって、そういうのもマジでめちゃくちゃ負担だったと思う。うん。いや、まあお仕事はもらえるのはとってもいいことだし、ただもう、マジ、スケジュールとかだと何す、もう、仕事以外、で、回んないぜ！レッスンもあるし、収録もあるし、仕事もあるし、配信もあるし、
うわーみたいになることがある、マジで。でもそれはマジできる人とできない人いるのはマジしょうがないと思う。だってみんな違うもん、人とは。我が家は宇宙人だけど、うん、まあでもね、お仕事受ける受けないはもう自由だから、そこで調整するしかないよな。うん、いやだからマジイメージと違ったわ。我が家はアンチって存在を知らなかったもん、ホロライブに入る前。そりゃなんかさ、一人二人はいると思ってたけど、わざわざその何千人何百人もそんないると思わなかったし、なんかイメージと違うことが多すぎて最初はマジ大変だったわ。うん、数人が暴れてるだけと思うじゃん。違うんだよな。うん、まあしょうがないと思うけどね。マジやばかったわ。まあでもその何百倍も我が輩のこと好きって言ってくれる人いるけどね。だけどやっぱり気にしちゃうから。でそういうのとアンチきつい悲しいとお仕事終わらない、寝れない、配信しなくちゃ寝れない、生活習慣終わり、体の抗体がかす、病気なりまくり、ずっと体調悪いみたいなになったらもう大変だよね。もう昔はそうだったけど今はマジ全然大丈夫だけど、うん、ま、我輩の場合はだけどね、他の人がどうかはわからない。今マジ勝手に考察してる。うんうん、そうなのかな。 あとやりたいことをやっぱ会社だからいろいろ確認とかしなきゃいけないじゃん。そういうのも大変だなと思うわ。やりたいことが死ぬほどできてるけど今、そのやりたいことを死ぬほどやるための確認も死ぬほどあるから、うおーって感じ。みんな頑張れって、会社だからね。いや昔はもうめっちゃでできねえんだよ、いいじゃんってなった時もあったけど、でも確かに勝手にやっちゃダメだってな。動画作っていやこれはちょっとみたいな言われて、なんでそんな変なこと言ってないじゃん、キユーミンじゃん、キユーミンだと思ってたけど、後から見たらまあ確かにこれは確かにって思う時がある。うん、まあうん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 厳しい、うんまあうんギリギリオッケーかなぐらいの笑とか。でもさ、それってさ、なんかゲーム配信とかで言っちゃいけないこととか、配信で言っちゃいけないこととか、やっちゃいけないことってさ、マジ難しくない？マジ難しいと思う。こういうこと言っちゃいけないんだって。その、配信をしてる人とか、配信を普段から見てる人だったら、うん、これはまずいだろ、みたいな当たり前のことが、なんか、もう新人のうちは全く分かりませんみたいなことがいっぱいあると思う。あとそんなつもりで言ったわけじゃないこととかを決めつけられて言われちゃうとかがあるから、もうどうすりゃいいのみたいな、めっちゃ愚痴になってるわ。てか例えば UNO 配信してた時にめっちゃお前が負けてたので、ロボコに煽られて、いやお前もう人生勝ち組なんで大丈夫ですって言ったら、ロボコと自分の人生を比べて勝ち組って言うとか先輩に向かって終わってんなって言われて、え、ロボコに言ってねえけどみたいな。その後ロボコになんかこういうことがあったんだよねって言ったら、ははははバカみたいだねって言ってて、そうだよなロボコと思って、まあそういうなんかもう超曲解してやられるみたいなこともあって、もうそれだけさいろんな人に見られてるのがさたまに辛くなるけど、うん。でもまあもう配信自体は楽しいけど、気をつけなきゃいけないこともたくさんある。うん。そうね。まあいろんな人が見てるってことはね、お金をいただいてるということですから、ありがとうございます。今欲しいものがないですね。お金をもらいすぎて。家ぐらいっすかね。地球と家ぐらいっすかね。欲しいものは。あ、休みも欲しいですね。欲しいものはないですね。うん。
高収入になった。いや高収入、いや別にね高収入なんだよ。ただ支出が多かった。なんかね動画とかたっけんだわ。その昔マジ動画とかイラストとか頼みすぎて、その収入を上回る出費になってやばすぎーってなってたんだよね。オリジナル楽曲とかも一曲作るのにお金もかかるし、歌ってみたらもう一円も得にならないし、ただ好きだからやるだけだし、それがねちょっとね飛ぶね、いくらか言えませんけどね。まあでもやばいっすねって感じ。ただ今はその上回った、ありがとうございます。ライブもするのにもお金かかるしね。うん、マリカの赤字は回収できた。全く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 歌見たは得にならないんだ。歌見たって我が家めっちゃ我が家の考え方だけど、これは我が家はもう好きだから出したいって感じで、終わったファンサービスね。完全に事務所は何してくれんの。何でもしてくれる。我が家が配信して収録してレッスンして、それ以外全部やってくれるって感じ。何でもしてくれる。マリカは出演料払ってないよ。あれはスタジオ借りてるから。人件費だね、いろいろ。あ、スケジュール管理もそうしてくれるし、案件も持ってきてくれるし、やりたーいって言ったら、じゃあどうしたらできるか考えましょうみたいな感じでやってくれる。今は、我が輩は、全く無理していない。大丈夫です。昔はめちゃ無理して、ああ、もう死ぬってなってたけど、今はめっちゃ大丈夫。もう自分のペースでやってるから。